はい、テイクアンドワインのサバでございます。本日は最近購入したものを紹介していきたいと思います。はい、では早速紹介に参ります。まず1点目がこちらの、レショップ別注のラベンハムの、キルティングコートになります。でこちら購入したのはだいぶ前になるんですけれども、まあ、なかなかこう、まあ、外もそこまで寒くなくてやっと最近着るようになってきたので、まあ、今回紹介させていただきたいと思います。でこちらの商品のいいところはまず、まあ、自分はS サイズを購入したんですけれども、まあ、中にこうだいぶ着込めるんですよね。でちょっとこうやぼったくならないようにここのベルトもついてるんでキュッと締めてあげるとメリハリがついてなんかすごいシルエットも好きなので最近よく着ています。で、細かいところで言うと襟元とあとスラッシュポケットのところとこちらの袖口には、コーディロイが使われてて、あとは最近知ったんですけどラベンハム の、 服の作りですかね、変わったみたいで袖の形もとこう前を向くような前振りになったみたいで、まあ、すごい、まあ、体の構造上、まあ、すごい着やすい作りになっておりまして、あとまあこう調べて分かったのがもう一個この縫い目の部分が分かりますかね、こうクロスされてて、まあ本当にほどけづらいような工夫がされてます。色はまあ3展開だったんですけど私はこちらの色を買わせてもらいました。まあ、これからどんどん着ていきたいと思っております。で最近、まあ、最近でもないんですけどこの映画のスペンサーダイアナを見に行きまして、ますますこうイギリスの洋服が欲しくなって今バブアーがまた再燃しております。バブアー欲が再燃しております。ちょっとダイアナ妃のファッションもここに貼っておくんですけど、やっぱりイギリスいいなって最近また思ってきております。はい、で2点目が、まあ、先ほどあれだけイギリスを推していたんですけど、こちらの、まあ、ワールドカップ2022のフランス代表の、まあ、ジャージですかねになります。表地がこんな刺繍なんですけど施されていて、後ろはフランスと優勝回数ですかね、星が2つついております。こちらはプリントになっております。たまたまスポーツ店で見かけてかっこいいなと思って買いました。で、まあ、実際にこう体を動かしたりフットサルだったり、まあ、ジムなんかでも使ってはいるんですけど、割とこう私服使いできそうな感じがあって、ちょっと自分じゃなくてこうシルビウスに着てた動画があるんですけど、下が小森のパンツだったりとかなんですけど、割とスタイリッシュでかっこいいので、まあ、ちょっと普段のファッションにも取り入れようかなとは思っております。あとこのシームの感じですかね、独特で波打ってるんですよね。ちょっとこれがまあサッカー的にどういう意味があるのかはちょっと分かんないんですけど、やっぱ試合前の国歌斉唱の時にフランス代表の選手が来てて、やっぱいいなと思いましたですね。
惜しくも2位だったんですけども、買ってよかったと思っております。